今はどこに向かってるんですか？山です。神農じゃなくて、まあ、神農も行ければ行くか、神農地区、あとボーズワルとかちょっと広い茶畑があるので、嬉しいのはだいたい400年じゃない、500年くらいお茶栽培の歴史があって、はい、あの中国から来た陶工、焼き物の人たちがあの開いたんで、あ、はい、陶器の陶の陶工です。で中国のその景観に似てるというか、どこを選んだんで斜面で茶畑を開いてて、うんうん、まあ、それを見に行くっていう感じかな。まあ、地域おこし協力隊やってた時もそうだけど、観光資源化みたいな、茶畑って見るとやっぱり感動的なものがあって、うん、まあ、東北にいないからっていうのもあるんだけど、そうですね、まあ、ちっちゃいのも茶畑だし、普通に家の庭みたいな感じで茶畑がありますよね。あの茶畑とか行くと分かるけど、あの下もう石の段が組んであって、うん、昔はそういう職人もやっぱりいたみたいな、うん、段を作る人って、うん、春から夏にかけてはもっと緑が綺麗で新緑で、うん、黄緑っぽい感じ、放棄されている畑で、あ、もう木ですね、椿です。まあもう放棄ちゃえんだ、うん、結構ありますね、うん、やっぱり後継ぎがいないとか、うん、まあ、体力的に厳しいとか、うん、結構積むのも大変だし、その後加工するのも自分で工場持ったりとか、1億弱とかかけて全部合わせるとね、うん、まあ、一気に全部買い替えることはないと思うけども、で今は今日の共同茶工場みたいなのだったり、あ、鳥がいるんだ、走って逃げました。飛ぶまでもないってことだ。ノウサギとかも結構普通に出てくる。どう行こうかな。雪は降るんですか？軽くかぶさるくらい。お菓子みたいな。粉糖をまぶした程度に。積もってとか、なんか滑凍って滑ってとかっていうような降り方はしない。まあ、気温は結構下がるんだけど、冬はマイナスになることもあるかな。盆地だから夏は暑くて冬は寒い。展望台だね。展望台一応街を一望できるんだけど、まあ、ちょっとあまり好きなスポットじゃないんで。展望台行くかは面白くないけど。ケンさん、あ、もしもし。ケンさん、寝ちゃった？いや、うん、山に来ました。にお昼ご飯ごちそうになって、うちで食ってた、食べました。うん、あ、そうなんだ。今日はだから嬉しいのかな、出ないです。あ、風邪ひいとった？ちょっと喉が、喉と、鼻水ちょっとくらい。あんまり喋りすぎるね。いやー、もう山口が寒かったんですよ。
嘘が。いやいや、そこは嘘つく必要ないでしょ。あの、何時くらいにどこさえ行けばいいですか。横よ。なんか今日、夜迎えに来てって喋ってませんでした、昨日。いや、横よか。今日はもう何もなかったんだ。あ、わかりました。はい。どけ、今、山？今、展望台にちょうど来たとこです。ゆうすけの、ほら、紅茶の香ばしいと。あ、わかりますよ。そこで、会えばしようと思って、お茶を呼べば。あ、じゃあ、ちょっと覗きに行きます。ね、土産物持ってきとって言うれんた。持ってきてます。今持っとっと？持ってますよ。ほんの手やっと。はい。ケンシさんと違いますけど、せんべいですけど。ああ、笹かまがよかった。笹かま、もう笹かま、あぎるって言ってないですか。風、雨もう、出てしまったんがよかいぞ、風。はいはい。行きます。ほら、切れちゃった。早い。笹かまがよかったって。うん。もう一応見ますか。何も面白くないけど。立つ。規律の律。そのまんま。確かにおすすめしにくいっていうか、確かに中心部はそうだから、まあ、一望できるって言えば一望できるんですけど。どこです？あれほら、綿谷別荘が。綿谷別荘ってラスボスですね。ラスボスみたいな。うん。ああ、はい。医療センターでしょ。もう、大好きじゃないですか。みんなね、いじりまくってる。新幹線好きな人とか。そんな人いる？いっぱいいますよ。あ、いいよ、見てても。寒いですからね。寒くて。また風でひどくなりますもんね。あんまり長い時間に。結局薬局は。どこに帰るんだよ。これか。縦岩だと思うな。上立て、あと苗で買ってくるから。こちらは高地粉なので、交雑しちゃう。うん。違う品種が混ざっちゃうから、種で増やすんじゃなくて苗で。だからってことはまだこっちの気がする。あ、本当だ。シュート。もうちょっと先に多分あった気がするな。じゃあもうちょっと前だったかな。嬉野に移住したいのは本気ですか？本気。まあ仙台別に我が故郷じゃないしね、うん、まあ、どうせ死ぬんだったらなんか明るい場所がいいかなみたいな、うん、まあ、東